兵庫県の加古川市にいるんですけども、まあここ地元なんでちょっと実家に帰ったんですね。で、視聴者のお家にパネルを届けに行く第3、4、5弾ぐらい、ちょっと忘れちゃったけど何段目かで、明日、今日が、10月1日の日曜日なんですけど、月曜日に、届ける約束をしてますので、で、その方が神戸在住ということで、ちょっとまあだったらね、まあルーレット多分動画で出てる、まあ、だったらっていうことでちょっと実家にね軽く寄ったんですが、今日はまあこの実家の方からその人の家までまあ1時間もかかんないので、届けるのもねもうここまで来てしまえば楽勝なので、いやサービスエリアかどっかで車中泊して、で明日パネルを視聴者のお家に届けようかなと思っております。さあ、山陽道を爆走してですね、今から三木サービスエリアの方を目指したいと思います。ちょっとね、また鳥の糞が映ってて、これ多分この動画内消えないはず。よし、じゃあベッドメイキングしていきますか。よし、じゃあ今日ここの三木サービスエリアで、ちょっと寝て、でまあ明日朝起きて、実家からね、ちょっとご飯を持ってきたので、それを朝食べて、で腹ごしらえも終わったら、出発していこうかなと思ってますんで、今日はね、このままミキサービスエリアでゆっくり、寝ようかなと思います。はい、じゃあ一旦おやすみなさい。ダメだダメダメですよ。そこは俺が寝るんです。全然眠気こないからお菓子買ってきちゃった。ゴロゴロしながら最近ハマってるマリマリマリを YouTube で見て、そして歌舞伎揚げをパクる。豚になります。こうやってね、こうやって豚が出来上がります。はい、おはようございます。現在7時半です。ただね、もう3時半とか4時ぐらいから起きてたので、2時間か3時間ぐらいしか寝れなかったな。思ったよりちょっとやっぱ枕がないのがちょっと体がだるくて、枕ないとやっぱ寝れないね。さあ起きたらさ、こうやって俺ちゃんと布団畳んだりさ片付けしてんの偉くないですか。意外とね、綺麗好きというか整理整頓ねするのが好きなんで、片付け終わったんでね、こうやってご飯の準備中でございます。これ実家から持ってきた、なんか昨日の晩ご飯の残り実家寄ったんでね、それを実家からいただいて今日の朝食べようということでございます。いや牛乳ね、朝ねやっぱなんだろうね、牛乳のイメージというか、牛乳飲むとなんかちょっとテンションが上がるというかね。そしたらこれコーンスープ、うん、なんか飲み方がジジイだな。なんかな、これうまかったわ。これ思い出の味でもなんでもなくて、なんかわかんないけどおかんが作ってたんだけど、なんか餃子の皮の間にナスとベーコンとなんかチーズが入った揚げ物、これバカうまかったね。このねマカロニサラダめっちゃ懐かしい。懐かしいな、これ思い出の味。意外とサラダが思い出の味だからな。まあまあ本当に梨ね、果物で一番好きだから一番うめえよな梨が。結局左方向です。ここ出ればそんなに遠くなかったとは思うか。いやーなんだかんだ初めて来るとこだな。アウトレットがねなんか近くにはあるらしいけど、神戸北といえばサンダって神戸の。電車は右方向です。
右方向です。この先左からの合流があります。あ、左有馬温泉って書いてある。これ見るとちょっと行きたくなっちゃうな。吉尾右方向です。おーし、着いたぞ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。いや、めちゃめちゃ天気いいな。なんか郊外、いいとこの郊外って感じだね。なんか温泉どっかにあるはず。あ、あるわ、湯って書いてある。あそこ入ってくるかな。ちょっと調べるか。あの人かな。あー、おはようございます。いやありがとうございます。朝早くからありがとうございます。いやむしろこちらこそ。わー、どうしようここ家から近い？めちゃくちゃ近いです。あ、近い、じゃあよかった。めっちゃでかいよ。いや、大歓迎です。いいの？本当にでかいよ。いいんですか？いや、いいんだけど。めっちゃ嬉しいです。あ、サイン入ってる。あ、知ってるけど持って帰れる？これ持って帰れます。あ、行けるんや。はい、行けます。ここからこう運搬して行けます、行けます。大丈夫です。ありがとうございます。まさかこんなことがしかも車であれでしょ、パチンコは行きました。すごいね、はい、なんか私あれなんですよ、平日休みなんですけど。あ、そうなんだ。日曜偶然休みで、うん、行くしかないやんで車ででも始発やったら間に合わへんので、こっからやったら。ああ、そうやな。早かったんですよ、あの日。いや、神奈川の時ってことでしょ。神奈川の時です。早い、9時だ。もう車で行くしかないわと思って。何時に行ってたの？こっちは10時ぐらいに出て。夜？うん、マジ？で岡崎とかで寝つつ。マジで？K で？ K で。マジ？あの屋上で寒い寒いとおっしゃって。ああ、はいはい、あの時でしょ。高田さんをこう見てました、こう。だからもう。てかこっから有馬温泉ってめっちゃ近いの？あ、近いですよ。なんか高速降りたらすぐ看板があって。すぐですぐです。なんか有馬温泉こっちみたいな。はい、そんな近いん？めっちゃ近いですよ。あ、そうなん？はい。車でどのぐらいでしょうね。20分。あ、そんな近い？うん、どのぐらい。わ、すごい。パネルが。パネルやばいし。風を受けてる。持たして持てるけど。大丈夫です。持ちます。あ、でも軽いから。あ、まあね。全然運搬できます。どうしよう。何日これ。拝めるんですね。拝む。嬉しい。いるのこれ本当に。いや、いります。どうしましょう。あ、どうぞ。あ、いいんすか。すいません、見てください。私、あの、何ですか、あのイラスト描いたりする才能とか一切ないので、私にできること描くことだけだったんです。すごいな、これ用意したの。そう、これを駐車場まで持っていくか、あのお土産の時にこうやって店に行こうと思ってたんです。なるほど。そうなんです。どうなるかわからない。これ作戦会議で。それ作戦会議。親もいいんじゃないって言った。そうです。書いていいかなって言ったら、書くことぐらいしかできへんなって。おもろ。どうぞ。あ、いいっすか。よかったら少ないので。あ、ここもしかして。あ、ウエハースある。ウエハースめっちゃ買いましたよ。もうこの辺全然店舗がなくて。これでも立つ、立つか。ローソンでもなんかどっかで見たら、この辺のね、ローソン仕入れてくれてなくて、うん、ここから車で40分ぐらいのところマジであ、立つんじゃないでしょうか。どうでしょうか。うわ、あ、いいじゃん、めっちゃいい。ちょうど。すいません、なんか、なんかズーズーしく来ていただいて申し訳ないです。あの、拝みますね。ちょっと神域になる、ここが。ありがとうございます。ちなみにハムスターがいてて、でかい。ハムスターがいてるんですけど、名前がね、実はお嬢って言うんです。なんでな。あの、平坂芽衣様のお嬢呼びが可愛いなってずっと思ってて、こういうのこれ買った時にお嬢っていう名前つけたんです。おはよう。めちゃくちゃ大きいじゃん。そうなんです、ゴールデンハムスターなので。え、ゴールデンハムスターってこんなでかかった？大きいですよ、なんかめっちゃ大きい。出てくるかな、遠路はるばる。ありがとうございます。ちょっと未だになんか現実感ないんですけど本当にありがとうございます。いやいやいや、なんとなくね、応募しましたという人よりかは軽自動車で神戸から神奈川のパチングアスに見に来るね、レベルの熱量が、ね、ある方で良かったですよ。よし、
さ、とりあえずあの視聴者の方にパネルを届けに行く第4弾か5弾か6弾は、この辺で終わりたいと思います。あとね、ちょっとスーパーで買い物して、ちょっとここにねスーパー銭湯があるんで、これちょっと中どんな感じかネットで調べて、駐車場も多分あそこの止めっぱなしで入れるはずなんで、ちょっと銭湯入るかどうか調べてね。もしあれだったら有馬温泉行くかもしれないけど、やっぱちょっとキャンピングカーだと行きづらそうな記憶はあってたので、今から昼過ぎまでちょっとダラダラしますかね。はい、ということで、高田天使がパネルを届けに行く旅、この辺で終わりたいと思います。またね、まだパネルがあと1枚でかいのあるので、今度また開催するときもね、ぜひ皆さん応募いただければと思います。はい、ということでありがとうございました。